デビットリー・アダムスは、アメリカ合衆国フロリダ州、ブロアード・グン・マーゲート出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウトを右打ち。現在は、MLB ニューヨークヤンキース参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグヤンキースのウェストチームで監督を、務める。2005年の MLB ドラフト21巡目で、デトロイト・タイガースから指名されるが拒否し、バージニア大学でプレーした。 2008年の MLB ドラフト3巡目でニューヨークヤンキースから指名され6月9日に入団。2009年は A 級チャールストンリバードックスと A 級タンパヤンキースでプレーしていた。2010年は A 級トレントンサンダーでプレーする。2011年11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。 2013年3月26日、バーノンウェルズの加入に伴って40人枠から外れた。3月29日にマイナー契約で復帰。トリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースでプレー。自身の誕生日である5月15日にメジャー昇格を果たし、同日のマイアミマーリンズ戦でメジャーデビュー。6番サンルイシュで先発起用され、 4打数1安打だった。チームは2対12で敗れた。5月20日のボルチモアオリオールズ戦では、フレディ・ガルシアから初本塁打を記録。7月3日にトリプル A 級スクラントン・ウィルクス割に降格。7月24日、ルイス・クルーズの故障者リスト入りに伴ってメジャーに再昇格するも、7月28日にジェイソン・ニックスが故障者リストから外れたため、 再びトリプル A 級スクラントンウィルクスバリに降格した。8月5日にデレクジーターが故障者リスト入りしたため再びメジャー昇格。8月11日にデリンベタンセスとの入れ替えで再びトリプル A 級スクラントンウィルクスバリへ降格した。9月1日セプテンバーコールアップでメジャーに再昇格。この年メジャーでは43試合に出場して打率。 193点に本類が13打点の成績を残した。オフの12月2日に FA となった。2013年12月13日にクリーブランド・インディアンスと1年契約を結び、球団が発表した。2014年3月22日にウェーバー工事を経てボルチモア・オリオールズへ移籍した。翌23日に参加のトリプル A 級ノンウォークタイズへ移動し、 そのまま開幕を迎えた。5月4日に40人枠を外れ、A a 級、ボーイベイソックスへ降格した。この年は2球団合計で105試合に出場して、打率、255.9本塁が48打点、3盗塁の成績を残した。オフに FA となった。2015年1月30日に、マイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ。 参加の AA 級ジャクソンビルサンズでプレーし、116試合に出場して打率、294.6本塁が50打点3盗塁の成績を残した。オフの11月6日に FA となった。2015年11月20日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 2016年は、参加のトリプル A 級、バッファロー・バイソンズでプレイし、68試合に出場して打率、243.2本類が21打点、3盗塁の成績を残した。オフの11月7日に FA となったが、2016年が現役生活最後のシーズンとなった。2018年シーズンからは、ヤンキース参加のルーキー級、 ガルフコーストリーグヤンキースのウエストチームで監督を務める。ありがとうございます。